アルバン、グラハム・クラークと、父、アルバン、クラーク・アルバン、グラハム・クラークは、アメリカ合衆国の望遠鏡製作者である。マサチューセッツ州フォールリバーに生まれた。父親のアルバン・クラークと共に、レンズの鋳造、加工、研磨を行った。望遠鏡の製造のために父親、兄と共にアルバン、クラークサンズを設立した。 1860年に直径 47cm のレンズを製作した。これはそれまでの最大光景の望遠鏡のハーバードの 38cm のレンズを超えてアメリカ最大のレンズとなった。1862年に望遠鏡のテストのためにシリウスを観測した時、シリウスの晩星を発見し、これは最初の白色矮星の発見となった。 その後アメリカ海軍天文台のために 66cm のケプラー式屈折望遠鏡、リック天文台のために 91cm の屈折望遠鏡、ヤーキス天文台のために 102cm の屈折望遠鏡用のレンズを製作した。ヤーキス天文台の望遠鏡は現在も屈折望遠鏡としては世界最大のもので1895年に完成し、 1897年5月から稼働した。レンズだけの重さは 230kg あり、焦点距離は 18m である。さらに、152cm の屈折望遠鏡の製作を始めたが、クラークの死によって完成することはなかった。ありがとうございます。